そうさまでした。なに？どっちもお酒なの？こっちは白いお酒、お米のお酒。ありがとう。こっちは白いお酒、ブドウのお酒。ダメだよ、あーちゃん言ったら清水さんに怒られるよ。いいんだよ、清水さんは私のパーツ触ってればニコニコなんだから。何？清水ってのはあーちゃんのパンツ触ってくんのか。変態だな。あーちゃんだけじゃないよ。うーちゃんが寝てるところに来て時々いじめるよ。ねえうーちゃん。お前らも大変だな。みんな大変なんだよな。はい、ごちそうになりました。ありがとう。皆さんお元気で。先越されました。何やってもうまくいかなくて。こんなことだけうまくいってもしょうがないですよ。家族はみんな。なんでこっち残ったんですか？だって行くとこなんてないでしょ。危険だって言われても、大
丈夫だって人も結構多かったし。みんなどこも一緒だな。いいんですよ。はい。すいません。武田さん。まだそんな元気あるんですね。その代わりお願いがあるの。あの本当本当申し訳ありません。おかしいな。こんな状態じゃできないわよね。いや本当
岩井さんが魅力的じゃないってわけじゃないです。いや、むしろ好みっていうか、本当本当そうなんですが、なんでかな。もう本当に何もかも失敗の人生です。そんな、もう、あー、この人たち、うーちゃんと清水さんがやってることやってた。いいのよ、いーちゃんは。いいですか？人はいつかみんな死にます。でも、それはごく自然なことです。悲しむべきことではありません。魂は天国に行くのですから、むしろ喜ぶべきことなのです。悲しむべきことは、誰にも見とられずに死んでしまい、しばらくほっとかれてしまうことです。ね？気にしてももらえないってことのが、よっぽど悲しいんですね。だから僕たちはこの木に首を吊って死んでしまいます。でも大丈夫ね。神の国に行くのですから、祝福されて旅立つのですからね。そしたら僕たちをその辺に埋めてください。一人じゃないね。それでみんな幸せになれるのですから。まあ、それダメですよ。ん？何が？自殺？
ダメだ。なんで？だって自殺じゃ天国行けないもん。ね。岩井さんの名を引っ張って死んでもらいますね。これはもう自殺じゃないね。あーちゃんどうかな。自殺じゃないよね。いーちゃんどう。岩井さん、どうぞ。あっ、止まれ止まれ止まれ入ってた。早く。いろんなもん出てきちゃってんだ。うん。まれ！こうやってな、俺が死んだら同じように隣に埋めてな。ねえ、働かされるのが一番寂しいことなんだから。ねえ、ちゃんとこうしてよく見ててよ。こうしてこの土に返してくれよな。簡単に掘れると思ったら土は硬いわ、木の根が張っててスコップじゃ掘れないわ。どうしよう。あれだ、ここ降りていったところに大きな畑があるだろ。畑は土が柔らかいから木の根もないし、そこに穴かこって埋めてやろう。うん、あそこならこう大きな木に囲われてっから。でもあそこも人いないだろうけど。今日の夜改めて12時にそこね。これはミッションです。俺たちにしかできない高度な仕事なのです。うん、その変態の清水さんって人に見つからないように
みんなで12時にそこね。でもし見つかったら、うーちゃんが体を張って清水さんを止めること。いいね、これはミッションです。はい。岩井さん、何枚だ？何枚だ？何枚だ？これでよかったんだよな。でも、なんか久しぶりに労働したら楽しくなってきちゃったな。そうですね。なんで清水さんもいるの？どう？いいんだけどさ、手伝ってもらって正直助かったし、初めびっくりしたけど。どうも。でもあれだよ、こういう子たちにいたずらしちゃダメだよ。いや、どうも。あ、みんな埋めるの幸せ。え、殺すの手伝う、巣に埋める、みんなここで一緒。また生き残っちゃった。死ぬ気ねえな俺。